マチルダ様、うん、これを。ああ出てきたな、スレイプニル。ロギメ、まさか我らが全てを承知しているとは思うまい。さすがの名将も、未来を予知する我ら白の旅団には対処のしようもないでしょう。バーミリアン、忘れたわけではあるまい。わかっています。我らの目的は運命の克服。影の排除は人心を掌握する。しかし我が目的は。ご安心を、ドクトル。それは背信行為ではありません。新たな未来を作り出すための使命なのです。前方に敵へ接近してきます。スレイプにいるか。着いたぞ。あれが白の旅団の機関。潰してやるよ。ふざけるな。生身でこのスレイプニルに立てつこうってのかよ。来たな。予定通り。お前たちの考えることは全てお見通しだよ。死ね。当たるかよ。それがさ、当たるんだよな。フィニッシュ。よっ。やられた。繰り返す作業。 R1 からなら指揮系統を異常。すごい。さすがはフリオーズ様だ。みんな見ての通りだ。新兵器だろうとなんだろうと我らにはかなわない。押し返せ。攻撃を中隊長期へと集中させろ。その数決して多くはない。間に合った。これで勝負ありだ、ロギ。ここね。この扉の向こうにロギが隠している何かが。までです、デルフィニューム。あなたは。結局彼らには止められなかったようだ。やつらにそんな能力がないことぐらい分かっているはずだ。安易に戦いに走る暴走本能、この好戦的な選択はこの種族特有のものなのかもしれないな。それが全てだとは私は思わない。でもさ、地上の食べ物は美味しいよね。所詮は下等生物だ。人間など滅ぼせば。戦争はどの文明にも起こり得る事象、一概に否定はできない。どうしたんだ、ドッタレース。心変わりでもしたのか。そういうお前はどうなのだ。何？冷静になれ。個人的な感情が伺えるぞ。いかがなされますか。この様子ではもう試練は必要ないのでは。
結局始まっちまったようだ。ごめんなさい、いろいろ足止めしてみたんだけど、あまり効果がなかったみたい。戦争は始まった。だけど被害を抑えることはできる。ロギの新兵器か。いっけー、ブルードラゴン。それで今の状況は。フェニックスの能力を使って兵士たちを強制的に他の場所へと移動させている。なるほど、そういうことか。でも、はあ、数が多すぎる。俺たちにできることは限られているかもしれない。でも絶対に諦めるな。え、おい、もらった。何、攻撃が当たらない。それだけではない。いかにフェイントや変化を織り交ぜてもそれを嘲笑うかのように裏目に出る。一体どうなってるの。まるで神の手のひらの上でもてあそばれているような感覚だ。13番機反応消失。スレイプニル部隊攻撃効率 17% を割り込みました。どうなっている。戦闘能力ではこちらが圧倒的なはず。敵に攻撃の先の先を行かれている。しかも敵の攻撃には最初から迷いがない。これはロギ様。どうやら全て知っているようだ。と言いますと。白の旅団は我らのスレイプニルシステムを知っているらしい。まさかそんなことが。一機の有人機のパイロットの脳波に連動し多数の無人機を同時に操れる。少人数の兵士で大規模な部隊の運営を可能にしたスレイプニルシステムを。